やるか。私も。さあ、行くぞ。見てろよ、お前らの母ちゃんの敵を俺がぶっ殺すところ。ハンネスさん、ミカさん、俺の拘束を解いてくれ、早く。俺がやんなくちゃ何年だ。俺がケリをつけねえぞ。相手する。ライナーの野郎、巨人を投げてきやがった。くそ、仲間と分断されたぞ。エレンを奪われたら人類の負けだ。早くエレンを見つけないと。雲に動いてたら手遅れになる。まずは上がっている縁壇の方へ向かおう。分断されたままじゃヤバいぞ。他の班を救援して舞台を立て直さねえと。そうだね、エレンの情報も得られるかも。可能な限り救援していこう。完璧だろ。あの縁壇、助けが必要だな。憲兵団の奴が巨人に襲われてる。やられちまうぞ、助けねえと。相手する。当然さ。急に壁外へ連れてこられたと思ったら、なんでこんな目に。クソ、エレン・イェーガーを探しているんです。何か知りませんか。イェーガーなんて知るか。おかげでこんな目に遭わされてんだぞ。あんなの動くぞ。あの縁壇、助けが必要だな。少しは落ち着けて。くそ、こう巨人会社話もできねえよ。トニー、お前ら大丈夫か。加勢してください。
クリスタたちと話がしたいんです。倒さず完璧だろ。助けたぜ。これでクリスタたちと話ぐらいはできる。あとは私たちがクリスタとユミルを説得して戦線に戻ります。巨人と戦ってる。放ってはおけない。加勢しないと。当然さ、倒さ。完璧だろ。このままじゃ巨人の餌に。南の方に調査兵団の人がいたはずだよ。調査兵団、直前までエレンの近くにいたかもしれない。行ってみよう。エレンの野郎もそうだが、ミカサは無事なんだろうか。あの縁談、助けが必要だな。これじゃ食われちまう。誰か来てくれ。巨人と戦いたくないから憲兵団に入ったのに。エレン・イェーガーがどこにいるか知りませんか。早く保護しないと。相手する。そんなの知らねえよ。どうせもう巨人の腹の中だろ。あんなの余裕さ。倒さ。調査兵団が交戦中だ。加勢するぞ。完璧だろ。助かった。礼を言う。エレンを見ませんでしたか。一刻も早く保護しないと。イエーガーなら心当たりがある。急いで向かおう。巨人になれなきゃ意味ねえだろ。俺が今、母さん、俺は何にもできないままだったよ。エレン、聞いて。伝えたいことがある。私と
緒にいてくれてありがとう。私に生き方を教えてくれてありがとう。私に裏を巻いてくれて。ありがとう。そんなもん、何度でも巻いてやる。これからもずっと。俺が何度でも。座標が最悪の奴の手に渡っちまった。絶対に取り戻さねえと。この世で一番それを持っちゃいけねえのはエレン、お前だ。何が起きてやがる。巨人がライナーに向かっていきやがった。分からないけど、撤退するなら今しかない。逃げるには馬が必要だ。私が用意してる。その間ここでイエーガーを死しろ。エレンをこのまま返すことはできん。ここで蹴りをつけてやる。行ってやろう。救援要請だ。完璧だ。旦那の応援さ。冗談だろ。どんどん巨人が降ってきやがる。死にたくない。とにかく倒すしかないですよ。行ってやろう。このままじゃガスも刃も尽きる。拠点を設営するから護衛をお願い。準備はまだみたいだ。何とかして持ちこたえないと。落ちた。あんなの余裕だ。落ちた。倒しても倒してもキリがない。このままじゃいつか押し切られる。来るんじゃねえっつっただろうが。クソ野郎が。やっつだけにしてやる。ライナー、いい加減にしろよ。クソったれが。馬の準備はまだできねえのか。もう限界だぞ。
そんな、他の巨人からエレンを守るので精一杯なのに。いざ。もう少しで馬の準備が完了する。あと少し踏ん張ってくれ。ガスも刃も残り少ない。私が拠点を設営する。援護してくれ。になったな。これで補給が可能になったぞ。ライナー、こんなことして何がしたいんだ。おい、答えろよ。じゃ、もう無理だ。この状況じゃライナーを倒すしかないんだ。できるやつとは思ってたが、これほどとは。これから邪魔になるかもしれねえ。ライナーを止めるのに僕に何ができる。何をすればこの状況を変えられる。狙い通り。しつこいやつだ。いい加減に諦めやがれ。3年間苦楽を共にした仲だろう。よくも俺たちの前で平然としていられたもんだ。馬の準備ができたみたいだ。エレンたちを連れてすぐ離脱するぞ。その時、ユミルが取った行動の意味は分からなかったが、鎧の巨人がそれ以上追ってくることはなかった。ラガコ村での調査結果が出ました。ラガコ村出身の彼に確認してもらったのですが、やはり今回出現した巨人の正体は村の住人である可能性が高いと思われます。つまり巨人の正体は人間であると。まだ確証はありませんが。エルビー、お前何を笑ってやがる。
ああ、何でもないさ。我々はいずれ突き破る。真実を隠している壁を。